聴者の皆様こんにちは。高配当レース狙い専門九星術式競馬予想チャンネルモグハンターです。今回は1月5日木曜日中京11レースの京都金杯2023の予想とおまけで中山金杯2023の予想をしていきます。よろしくお願いします。では目次です。最初に1月5日木曜日の暦の解説をしていきます。暦の解説では軸馬の選び方や軸馬から流す馬の選定など狙う馬をある程度絞り込むための情報を提供しています。それから中京11レース京都金杯2023の予想とおまけで中山金杯2023の予想をしていきます。なお1月9日日曜日の競馬予想は休ませていただきますのでご了承ください。なおここでは競馬に関係のある勝利だけを取り上げていきます。一泊の勝利はまず夜ですね。夜は昼の裏側ですので一泊の日は人気の馬の同枠に入っている人気薄の馬が来たり、例えば8枠が人気であるとするとその裏の人気薄の1枠や7枠が来やすくなって高配当をもたらしてくる楽しみな日なんですね。また出目では筋の1枠、4枠、7枠が出やすい日ですね。もう一つの意味では水は低気に流れると言われているように低い、そこから安いっていう勝因も出てくるので一泊の日は一番人気が強いレースが多くて全体的には低配当のレースが多く休めの日になりがちで、その中でどのレースが裏側の人気薄の馬が絡むレースになるのか見極めるのが難しい日ですね。一つの目安としては午前中に高配当のレースが多ければ後半戦は特別戦が組まれていることもあり低配当のレース傾向になりやすいですし、メインレースがどう見ても硬そうだっていうレースであれば前半の2レースとか特別戦に入る前の8レース、メインレースの裏側ともいえる10レースや最終12レースが波乱度が高めになり、そういうレースでは同枠の人気薄の馬が激走しそうだっていう期待が高まりますね。また低いっていう勝利から一泊の日には最低人気やブービー人気の馬が馬券に絡んだりしやすい日なんですね。一泊水星っていうくらいですので水とか川、海、雨天などを表しますからウォーター、アクア、マリーン、オーシャンなどの名前のついた馬、水に関連した字の入っている騎手や馬主にも注意で、その馬が来なくてもサイン馬には良くなるんですね。あと白といっても1枠だけではなくて旧姓の6枠、8枠にも白の字が入っているので6枠、8枠も来やすい枠になりますね。あとホワイトや雪のスノーなどがついた馬も注意ですね。あと同性っていう意味があるのでオスオスやメスメスでの決着っていうのがよくあります。また1000馬が来やすい日でもありますね。次に6曜の方の戦勝の解説ですね。戦勝の日っていうのは先に出ればセースっていう日なんですね。何事も早め早めできちという日なので、まあ競馬では先行策が功を奏する日なんですね。それから先輩の馬、先輩騎手が勝つという勝利になりますけれども、メインレースになると属性がそれまでのレースとは反対のことも多いので、まあ、違う結果になることもよくあります。戦勝の日には赤枠、3枠、7枠が出やすいですね。7枠っていうのは七赤っていうの名前がですね赤が字に入ってますので、
それで、先週の日は赤枠といったらば3枠と7枠ですね、注意したいです。それでは中京11レース京都金杯の予想をしていきます。まずこのレースの波乱の予測からですね。視聴者の皆様、明けましておめでとうございます。昨年は的中率は上がりましたけれども、鳥紙も多かったので、今年はより後輩とのレースを的中させられるように頑張りたいと思います。前回の有馬記念の日の予想はメイン予想のフェアウェルステークスと有馬記念が外れで、おまけ予想のサンタクロースステークスの方が的中と1勝2敗でした。サンタクロースステークスの方は17,000円ついたので良かったんですが、あとの2つはもうどちらもガチガチの本命サイドでしたので、まあ仕方ありませんね。それにしても有馬記念のタイトルホルダーは全く精彩がなくて、がっかりしましたね。不良馬場の凱旋門賞の疲労が、まあ、残っていたんでしょうね。残念な結果でした。メイン予想を京都金杯の方にしたのは、2年前に的中していたのに、例年の傾向から多分安いだろうと踏んで、メイン予想を万葉ステークスにしちゃったんですね。その結果、3連複13万円を的中、予想が的中していたのに逃すという失態を演じたからで、なんでおまけ予想にさえしなかったのかと大いに悔やんだんですね。今年は一泊水星の日の金杯なので、あまり後輩とは期待できないかもしれませんが、昨年並みの3連複2万円くらいは出てほしいですね。暦の解説で解説したように、一泊水星の日は人気の馬の裏側の人気数の枠が来やすい日なので、そこに後輩等が出る目が潜んでいると言えますね。金杯というと、中山金杯は6歳馬が強く、京都金杯は明け4歳馬が強いというイメージを持っていたんですけれども、中山金杯の方は6歳馬の健闘は相変わらず続いているようですが、京都金杯の方は4年前までは毎年4歳馬が絡んでましたけれども、ここ2年ほどは全く馬券に絡んでいないようなので、傾向が変わってきたのかもしれませんね。寒い冬馬は高齢馬が活躍する時期で、7歳8歳の高齢馬はこの時期が稼ぎ時なんですね。なので簡単に消すことはできません。おめでたい数字の7が入っている7歳馬は、中山金杯ではここ2年連続で馬券に絡んでますし、8歳馬の8というのも末広がりで縁起の良い数字なんですね。昨年の京都金杯では1000馬の8歳馬が2着に来ています。お正月競馬なので、縁起の良い寿とか福、それから初夢の夢ですね、七福神のようなおめでたい字の入っている馬や騎手、厩舎と枠では7枠、色ではおめでたい色の赤枠白枠が狙い目ですよね。それでは連帯候補馬の選定、連日候補馬を選ぶ基準についてです。明日の中京の天気は晴れで、馬場は両馬場、最高気温が7度くらいなので寒くなりそうですね。開幕日なので馬場傾向は分かりませんが、先月18日まで開催されていたので、まあ大きくは変わらないでしょう。 A コースなので先行馬が馬場の良いインコースのグリーンベルトを進めば、よく伸びて止まらずというレースになり、よっぽどハイペースにならない限り追い込み馬は届かないと思われますね。逃げたい馬は2頭ほどなので、まずハイペースにはならないでしょう。枠としては内枠から中枠の先行馬が有利と言えますね。中京で行われた高校2年では外枠が苦しいというのは、はっきり出ていますね。今年の京都金杯でポイントになるのは、トップハンデ58キロ背負う馬が6頭もいることで、58キロの馬は10年前と9年前以来馬券に絡んでいないんですね。しかもそこそこ人気を集めそうな馬が多いので悩ましいところですね。一泊水星の日なので、筋の位数値1枠4枠7枠と筋の馬番も重視したいところですね。同じ白枠の仲間である6枠と8枠も重視します。
戦勝の日なので赤枠が出やすく、赤の3枠と7枠にも注意ですね。おめでたい正月競馬で何かおめでたいサインというのを探したんですけれども、池江康俊調教師の名前に寿が入ってましたので有望なサイン枠になりそうですね。ただ処理は前走左前破行で除外明けなのと、中京 1600m 戦で勝ち星があるのはいいんですけれども、トップハンデ58キロなので判断が難しいところですね。福永騎手もおめでたい字でいっぱいの名前ですけれども、これも58キロ、これだと正月らしい松の字の入った松山騎手の方が 57.5 キロなので良さそうですね。1年の平和を願うという意味で、ピースワンパラディという名前もいいですよね。中京のマイル戦も2勝2着3回で完全連帯というのも心強いですね。中山金牌の方では何といってもウィン・キートスで、戦勝の日にウィンというのが場面に入っているのと、牝馬なので馬券内にはちょっと来るとは思えないんですけれども、この馬の入っている枠は3位枠になるでしょうね。金牌で名前にゴールドが入っているゴールドスミスも3位馬になるでしょう。こちら救済馬ですが調教も絶好調らしいので馬券内も考えられますね。ただ一泊水星の日は裏側が出る日なので、ひょっとするとウィン・キートスのいる枠、ゴールド・スミスのいる枠が裏側の京都金牌の方で出るという、そういう可能性もありますよね。それではレンジ候補馬の選定です。以上の基準をできるだけ多く満たしているので熟考しましたが、このレースで逃げるのは内枠に入ったベレヌスかアルサトバでしょうけれども、どちらも逃げなくても番手でレースができる馬なのでペースはあまり速くはならないでしょうね。本当はアルサトバも軸馬にしたかったんですけれども、まあおめでたい正月競馬で軸馬が2頭とも黒枠っていうのはちょっとありえないので諦めました。開幕中京 A コースであればやはり先行馬中心になりますね。いつものように3連複軸1頭流し2本立ての買い目にしました。レンジ候補馬1は3番のピースワンパラディですね。おめでたい正月競馬で 黒枠に入ってるのがちょっと気に入りませんけれども、中京実績申し分なく、このレースは昨年も2着に入っている弦の良いレースですよね。名前もこの1年の世の太平を願う正月にふさわしい名前で良いと思います。連日候補馬には13番のおにゃんこぽんですね。ただ1頭の明け4歳馬で、外枠ですけれども先行できるので、ベルトゾーンには入れると思いますね。中京競馬場70周年ということで7枠なのも良いと思います。初のマイル戦というところがポイントですけれども、距離を縮めたいという陣営の意向なので、OK だと思います。軸馬から流す馬の選定です。今回トースポの馬柱を見ると無印が3頭、白三角1個のみが2頭で、ハンデ戦だけあって結構ばらけましたね。今回はその中から8番のビクティファルスを選んだので、なんとか馬券内に来てほしいと思っています。いつも通り連射に流す馬として以下の10頭を選びました。1番のベレヌス、2番のプレサージュリフト、4番のアルサトワ、5番のエアロロノア、6番のタイムトゥーヘブン、7番のイルーシブパンサー、8番のビクティファルス、10番のマテンローオリオン、12番のシュリプラスもう1頭の軸馬、以上の10頭ですね。このレースの買い目ですが、今回は3連複軸1頭流し2本立ての馬券です。先ほどの軸馬からそれぞれ10頭に流して4,500円×2、計9,000円の買い目を推奨したいと思います。点数が多すぎるという方はどちらか片方にするか、点数を減らすか、連軸候補馬からの馬連馬単、あるいはワイド馬券等にすれば投資額を減らすことができます。おまけの中山11レース、中山金牌の予想です。
中山金杯は内回り C コースでの実施なので、先行馬が有利っていうのはデータ的にも出てるんですね。トップハンデ58キロの馬もよく来ているのが京都金杯との違いですね。正月開催ということで七福神の7枠狙いたくなりますが、戦勝の日も赤の7枠出やすい日なので良いでしょうね。ただ開幕 C コースなので、やはり内枠中枠の先行馬が有利かなと思います。外枠であればスタート後すぐに内に切り込んで先行できる足が必要でしょうね。金牌で、ゴールドスミスが来るとすると、まあ、あんまりにも見え見えなので、ゴールドスミスのいる8枠は3枠とみなして、その両隣を狙いたいです。軸馬1は7番のアラタですね。ずっと重賞で好走してきた馬で、休み明け2戦目の成績も良いので狙い目ですね。正月競馬で狙い目の7番枠、安定して先行できるところが長所ですね。軸馬には1番のマテンローレオ、横山藤さんの方の引き続き継続騎乗だったらとても軸にはできませんけれども、横山兄さんの方に乗り換わったので安心ですね。絶好の1枠から先行できそうです。3枠の8枠の隣枠なので、これも良いと思います。今回は16頭立てですが、いつも通り10頭に流し4500円 ×2 の買い目を推奨いたします。それぞれ2番3番4番5番8番11番12番14番15番プラスもう1頭の軸馬以上の10点に流して、3連複軸1頭流し4500円 ×2 の買い目を推奨いたします。中日曜日の競馬予想は休ませていただきますのでご了承ください。